体重測ります。 82.7。 パイナップルダイエットでも始めるか。はい、まこです。今日からね、3日間台湾パイン生活をやっていこうと思います。こちらのチャンネル、食いしん坊による食いしん坊のための食に関するチャンネルとなっております。もしよろしかったらチャンネル登録お願いします。というわけで頑張るにゃーです。めっちゃいい香りがします。台湾パインの切り方についてはこちらをご覧ください。上と下を切り落とします。皮を削いでいきます。こんな感じで後付けます。切っていこうと思います。台湾パインはね、全部食べることができるんです。すごい豪快な感じで。3日間台湾パイン生活1日目。今回ね、1日1食朝だけ食べるということなので、約 500g の台湾パインになります。パイナップルには消化酵素ブロメラインというものがございまして、こちらがね、タンパク質を壊す消化酵素らしいんですね。なのでパイナップルを食べた後に舌がピリピリすることってあるじゃないですか。今回3日間約 1500g ぐらいパイナップルを食べるので、舌がピリピリしたり腸がね、痛くなるのを防ぐために、お水を今回ガブガブ1日2リットル以上は飲むようにしてやっていこうと思います。ブロメライン、消化酵素ブロメラインに負けないということで、じゃあ台湾パイン始めていただきます。This is 台湾パイン。他のフィリピン産とか、私が以前食べてたパインよりもジューシーかつ甘みがすごく強くて、めちゃくちゃうまいですね。今回私スーパーで買ってきた一房で、結構大きかったんですけど、1000円ぐらいだったんですけど、いやこれは1000円の価値がありますね。すげえうまいっす。あとね、通常のパイナップルって売れるのを待たなきゃいけないらしいんですけど、台湾パインはちょうどいい完熟具合で出荷されているということで、いつでもね、この美味しいジューシーな味をね、楽しむことができるそうなんですよね。台湾大好き。水を飲まないと。いや、うめえな。過去一のパイナップル、本当に。消化酵素はタンパク質を壊すから、バーベキューでパイナップル一緒に食べたり、あとは酢豚で、ね、パイナップル入ってたりするんだっていう、なるほどって感じですね。あれはお肉をね、柔らかくするためっていうことだったんですね。なるほどっていう感じで、パイナップルすごい。 500g 食べ終わりました。この3日間でね、私のお通じ状況であったり、空腹状況どんな感じになるのかということで、逐一ね、皆さんに報告していこうと思います。パイナップルを食べるのはまた明日ということで、またじゃん。そう、おはようございます。2日目朝ごはん、パイナップルを食べていこうと思います。甘い。昨日もね、お伝えしたんですけど、フィリピン産のパイナップルとは全然違って、フィリピン産は酸味が強い印象なんですけど、台湾パインはね、甘みが強くて、口の中がピリピリする例のやつあると思うんですけど、あれが少ない感じがしました。で、1日目はね、お腹空いたらお水を飲むという感じだったんですけど、いや結構ね、お腹が空きまくりまして、でもどうしようもない感じになってしまい、夜とかね、お腹が空きすぎてこういう料理本を読んで、このパイナップル生活が終わったら焼きそば食べようとかね、考えたりしました。はい、お通じもね、1日目ありました。まあ、会長とはいかないんですが、まあ出たなみたいな、そんな感じです。おお。ごちそうさまでした。もう今のが最後の食事なので、あとはこういう水とかお茶とか飲んで生きながらえたいと思います。台湾パインは美味しいです。またじゃん。そう、パイ。ということで3日目最終日ですね。朝ごはん、今回1日1食ということで、パイナップルを食べていこうと思います。いただきます。うん、美味しい。パイナップルね、切って3日目となりましたが、全然まだ特に劣化してなくてね、普通に美味しいです。うん、食べながらで申し訳ないんですけど、2日目のね、うんちょす状況といたしましては、めちゃくちゃに出ました。何回行ったかな、3、4回は確実に行きまして、いい感じの便をね、
排出することができました。何なんでしょうね、このパイナップルの食物繊維がお腹にいいんでしょうか。この一食朝ね、このパイナップルを食べてからずっとこの水をね、お腹が空いたら飲んでおります。感覚としては水断食とかアイドル水断食とかしたことあるんですけれど、あれに近い感じですげえお腹空きます。はい、それでね、ショート動画、短い1分以内の動画で台湾パインの切り方という動画を出したんですけど、コメントでね、おそらく台湾と思われる方からコメントがね、ありがとうみたいについて、国際交流って思いました。 I love 台湾。ごちそうさまでした。あとはね、私最近ね、 AirPods Pro を自宅の中で紛失して、どうやらね、燃えるゴミに捨てたらしく、今ね、散歩中とか移動中とかも AirPods Pro で Spotify を聴けない状況にあるんですよね。なのでね、音楽を聴く時間というのがすごく限られてまして、まあ夜寝る前とかね、朝起きた瞬間とかそれぐらいなんですけど、それでまあちょっと Spotify 見てたらね、いくつかすげえいい音楽にあったので皆さんにシェアしたいと思います。まず一組目はね、君島大空、なんだろう、20代中盤ぐらいのなんか白シャツとか似合ういい感じの青年なんですけど、その方の音楽で今ね、向こう髪という曲があるんですけど、その音楽がすごくいい。七尾旅人さん、ああいうこう弾き語りのスタイルで超絶ギターが上手くてすげえ繊細みたいな、そういう音楽になっておりまして、概要欄にリンクを貼っておきますので聞いてみてはいかがでしょうか。でもう一組目がね、最近アルバムを出しましたホームカミングスという4人組のバンドになりまして、こちらのバンドはね、90年代の外国のね、ギターポップとかシューゲイザーとか、そういう音楽が好きな方はおそらく好きになるであろう音楽になってまして、ニューアルバムの1曲目 Here という曲が、クルリのハイウェイっていう曲があるんですけれども、地平線広がる系の曲になっておりまして、その曲もすごく良かったので、皆さんもよろしかったらリンクを貼っておきますので聞いてみてはいかがでしょうかという感じでございます。謎にミュージックをレコメンドしました。ということでね、今日もまあお腹が空くんでしょうが、一日頑張って過ごしていこうと思います。というわけで、明日体重測って終了ですね。またじゃん、そっぱい。トゥルル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 トゥ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 、はい、ということでね、3日間台湾パイン生活昨日で終了となりまして、本日4日目の朝となります。早速ね、台湾パイン生活を振り返っていこうと思うんですけれども、今回ですね、まずお通じに関しましては1日目2日目と出まして、3日目がもう出なかったですね。でまあお通じは、まあ、食物繊維が豊富なのか、まあバシバシ出るという感じで、胃腸はすごく活発に動いていた印象でございます。あとはですね、空腹感に関してなんですけれども、1日1回パインを食べるだけなので、まあもちろんお腹はね空いてくるんですけれども、パインの食べ応えと言いますか、パインを食べた後の満足感が素晴らしいので、多少夜にねお腹空いてもどうにかこう乗り越えることができたかなという感じでございます。でまあ他のね、3日間縛り生活と比べますと、3日間ヨーグルト生活、梅流し生活と並ぶ皆様にもおすすめできるダイエット食材じゃないかなと個人的には思います。そんなわけでね、体重何キロだったんだいというところをね、皆さんに発表していこうと思います。体重測ってみましたのでご覧ください。体重測ります。79.8 痩せました。で今回体重ですね、 82.7kg から79.8kg マイナス 2.9kg でダイエット成功。今回もね、約 3kg ぐらい落とすことができました。私日頃ですね、東京ランチ案内みたいな B級グルメのご案内もしているので、自分の体重をセーブしつつね、こういった3日間縛りダイエット生活で体重を下げて、まあなんとかこう人の形を保っていけたらいいなと思っております。あとはね、台湾パイナップルなんですけれども、今年に入って台湾と中国の輸出のもろもろで台湾パイナップルが余ってたということで、今年からね、台湾パイナップルが例年よりも日本に入ってくるようになったららしいんですね。大手スーパーであったり、今楽天とかネットの方でも台湾パイナップルゲットすることができるので、気になった方いらっしゃったらね、ぜひ台湾パイナップルを試してみてはいかがでしょうか。本当にジューシーでね、芯まで食べれて最高のフルーツだと思うので、台湾パイナップルこの夏は何回か食べたいなと思っております。はい、そんな感じ。こちらのチャンネル、食いしん坊による食いしん坊のための食に関するチャンネルとなっております。もしよろしかったらチャンネル登録お願いします。というわけで、またじゃん、そ、バイ。